様。いえ、ご主人様。もう命令だからではありません。私を守ってくださった。やっぱりマサキ様は本当のご主人様です。ご主人様をこんな目に遭わせて絶対許しません。あの後すぐに手を打ったということか。さすが博士、なかなかの対応だ。なるほど、同じ時代のテクノロジーか。それならあの戦闘能力も納得がいく。同じ時代？一体？一体だけできたのはそれなりの性能ということか。ラウラが手こずったはずだ。そういうあなたも普通ではないわね。普通ではないか。ならばどうする？何としてもご主人様は返してもらうわ。さすがにあれだけの舞台を越えてくるだけはある。さて、どうやって彼を助ける？我々の戦闘能力は分かったはず。迂闊には動けない。もっともそれはこちらも同じだが。さて、どうしたものかな。よくやった、ラウラ。人間に似た構造を持つ以上、これで無傷というわけにはいくまい。これでようやく動けるな。さて、始めようか。ええ、始めましょう。何？ご主人様の前であまり乱暴なことは控えたかったし。その言葉が事実かどうか戦いの後でもう一度聞くとしよう。ラウラ、準備はいいか？ OK です、ジェラルド様。分かってらっしゃい。未来は絶対変えさせない。Ah!
ちだユキ、決着をつけよう。お掃除の時間ですわ。
さかこれほどまでとは。ジェラルド様、申し訳ありません。さて、元の時代に帰りますよ、二人とも。待って、ユウキさん。ご主人様、もう危険は去りました。私も行かなくてはなりません。そうなんだ。でも、また会えるよね。ええ、もちろんです。私はご主人様に作られたのですから。ダメだこりゃ。Thank you.